この辺りにも、今回、確率があまりにも多いので、みこしの周りに全員つけない、ということになっています。警察からも、あまり一箇所に固まりすぎるなという指導を受けておりますので、今から担ぎに来る方を少しずつ並ばせてきて、みこしでやってきたら、担ぎ手をどんどんできる限り交代してもらうということを考えておりますので、皆さんはそれをスムーズにお手伝いしていただきながら、沿道の車や一般の観客席から観客の方とかが事故に巻き込まれないように注意をしていただくというのが仕事になります。日本橋、新館の前からですね、赤、黄色、緑、そういった形になります、はい、それでこちらが同様に三井不動産で自転車ですね、自転車、はい、こちらは10名さん、わかりました、はい、わかりました。いや、日本橋のお祭り、みんなの祭りって感じですよね。そうですね、そうですね、今回は特に、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます、はい、最後にします、よろしくお願いします。こんな感じなところですね。あ、はい、来てました、いらっしゃいました、持ってきます、はい、私ちょっと行けないんです。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。莫大な寄付をいただきました。ありがとうございます。ささやかに恐縮です。はい。はい、せっかくだからもうしっかり担いでいただきたい、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日は担ぐんですよね、すごいですね、みんなお休み取ってきた。はい、いよいよ本番。あ、どうも、よろしくお願いしますね。嬉しいぐらいの天気で、いろんなところの方が集まって、今日てこまえるんです。はい、ニシアチブ。事務所どこにあるんですか？ JPB 陸上 の熊田様が、うん、事務局長。あ、そうなんだ。でそこにジャタ様が、ジャイカも入ってる。ジャイカも入ってる。なるほどね。日本橋？ボランティアで、はい、日本橋で働いてないんですけど、昔は日本橋で働いてて。はい。あなたは？私、渋谷に働いてるんですけど、友達でボランティアしました。ボランティアで。はい、ありがとうございます。はい、どうも。どうも、ありがとうございます。